オビアルマジロは北米大陸南部から南米大陸にかけて生息するアルマジロの一種である。アルマジロ科で最も広範囲に生息している。ここのオビアルマジロの祖先は南米で進化しパナマ地境が成立してから北米大陸へと進出してきた。ここのオビアルマジロは主に夜行性で単独で生息する動物である。また、成熟して 熱帯タウリンから草原と乾燥草原等の多くの生息地で確認できる。食虫動物であり、餌として、主にアリやシロアリ、その他の小型の無脊椎動物を捕食する。天敵として、ジャガー、ピューマ、コヨーテ、オオカミ、タテガミオオカミ、アメリカクロクマ、ヤブイヌがいる。ここのオビアルマジロは川で泳ぐ、際の浮力を得るために腸を空気で膨らませることが、 できる、唯一の動物である。最大で6分間呼吸を止めたまま、川底を走ることができる。また、垂直に90から120センチメートルの跳躍をすることができる。一度に一卵性の4つ子を産む。一つの受精卵から2個以上の肺が生じる、多肺生殖という現象であり、他の動物の一卵性ソーセージなどと同様の現象だが、 偶発的でなく確実に多廃化するのは哺乳類では、ここのオービアルマジロのみである。正常体温が30から35度と低体温で、あるゆえに、雷菌に対し極めて高い感受性があるとされている。1971年に雷菌に対する感受性があることが明らかになって以降、ここのオービアルマジロは、ハンセン病の研究に用いられてきたが、 1976年、突然変異により、共腺を欠いて、免疫機能不全に陥った、ヌードマウスに感染、発症することが明らかになり、現在の研究は主に当該マウスで行われるようになった。ありがとうございます。